はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。飼い犬サロンユリアの福地裕二です。今日皆さんにお話しするのは、30年前に、膝を怪我して、10代の頃だったんですけども、それが20代30代はそんなに痛くなくて、夏場冷やさないように半ズボンを履かないようにすればよかったんですけども、40代後半から痛み出して、もう今日で50歳ですけども、50代周辺になって結構痛くなったので、3日間かけて治しましたっていうことで、治し方も教えるし、なぜ治したのかっていう話で、私は上の人とか、うちの講座とかさ、アカシックレコードでも言ってるんですけど、病気の人をあまり治しちゃいけない、その改善策とか原因とかを探っていくのはいいけども、治しちゃいけないっていうふうに言われてきたのね。人じゃないんだけれども、上の方の存在なんだけども、それはなぜかっていうと、その時の私の技量が対症療法でしかなくて、その場で痛みを取ったり、その症状をその場でなくしたりすることはできても、根本的に治すことができないから、しばらくして他の症状が出てきたりとか、違うところが痛くなったりする場合があるから、治療はしちゃいけないということで、根治療法としてすることができれば治療はしてもいいということらしかったんですよ。でもう本当に50歳になるんですけど、その前からそういうお話をちょっとして、人じゃないんですけど、でまずは自分の体でいろいろ試してみなさいっていう感じで、この間は気管支喘息、慢性になりかけてたのをちょっとやって、で今度膝をやってみたんですよ。で3日間かかりましたけども、だから なぜやったのかっていうのは、もともと対症療法だといろいろこう積み重なって悪くなったところだけを対症療法的にその場で痛み取ったりとかしても、またすぐ他のところで出てきたりとか、また再発したりするっていうことがあるから、対症療法的に治療をするんだったら しない方がまだマシだよみたいな感じのことを私は言われてたのね。人じゃないんだけど、例えばカイロプラティックなんか、こうなってて最終的に骨がずれてますっていうところで、その骨を治してもまたすぐ戻って、また治してもまたすぐ戻って、でカイロプラクティックの人は通い続けてくれれば治りますって言うけども、私は接骨院に勤めてた時期があるんですけど、平成8年から平成10年くらいまで、それは通いで そうやってた治療は、その場で痛みを取るっていうのをやってたんですけれども、通い続けて治るのかな、一緒この人たち通い続けてるけどねっていう感じがしてね、私はそれはあんまり良くないなと思って、自分のところでは対症療法はしなかったんですね。で根治療法だけやってたんですけれども、根治療法プラス対症療法みたいな感じのもので、その根治療法職を務めながら、症状にもフォーカスしていくことによって治すことができるようになったから、治していいよって言われた。で、まず膝、どうやって治したかっていう、やり方は教えますけれども、あんまり真似しない方がいいかもしれないですね。で、本当に治療家さんとか、整体院とか、をやってる人で私の言ってることが分かるんだったら、大丈夫ですけど、見よう見まねでやるとかえって壊しちゃうことがありますね。なの でまず何をしたか、膝の治療初日、まずはどうして膝がおかしくなったのかっていうと、大学1年生の時にスキーに行った時に、私人生初スキーだったんですけど、おバカな友達がスキーの板ごとスライディングしてきたんですね。で足をもうありえない方向にひねってしまって、でその後テニスサークルやってたので、テニスってすごく膝使うんですよ。でもうどうしようもないくらい痛くなってしまったんですけれども、20代で運動しなくなったら全然大丈夫で、日常生活にも問題ないし、で30代なんかはだから夏に半ズボン
出して膝を出すと 痛くなったりとかするけども、日常生活で何の不便もないっていう。で40代も大丈夫だったんですけど、40代後半50近くだから、ここ最近になってからもう膝が痛くて痛くてしょうがなくなってしまって、でどこが痛いのか分かんないほど痛い、膝全体が痛い、膝のお皿が悪いのかな程度で、でも本当に痛くなるときは歩けないくらい痛いんですよ。でこれはもうどうしようもないな、治そうと思って、で今までのだから平成7年はカイロプラクティックの学校通ってたし、ソフトカイロプラで接骨院にも勤めてたし、その後アロマセラピストもやってたし、ボディーワーク、今でもボディーワーカーではあるので、その直しましたっていうことの直し方、まず膝が悪かったので、ストレッチとかをすると結構膝の裏とかふくらはぎがすごい張るんですね。で前回気管支炎の時でも言ったように、膝の裏の筋肉の硬いところと膝の裏側、ふくらはぎですね、ふくらはぎの筋肉の硬いところを筋膜リリースしてほぐしてたんですよ。筋膜リリースっていうのは、こう高血を見つけて、高血を見つけたらもう今ないんだけど、そのこの皮膚を上にしたり下にしたり前後左右に動かしてみて、どこかに動きにくい方向があるので、その方向にちょっと圧をかけて、その圧もかけすぎちゃダメでね、ペットボトル1本分くらいなんだけども、で圧をかけたところでそこの部位の筋肉を動かす、何回か動かすと、でやめるとそこの筋肉が柔らかくなってるっていうことを繰り返して、何箇所もね、膝の裏と足のふくらはぎを繰り返したんですよ。でそしたらまあなんとなく良くなったような気もしたんですけど、その初日の施術の夜に、今までなかったの、膝が痛くて起きるくらい痛かったんですよ。で本当に痛くて、で次の朝確認したら、今まで膝全体が痛いっていう感じで、もうでも歩けないくらい痛い、でもどこが痛いのか分かんないっていう感じだったんですけども、痛い場所がはっきり出てきたんですよ。それはどこかっていうと、膝の上と下とあるここですね、内側の下側のここがすごく痛かった。で次にアプローチしたのは、この本当に痛い部分が分かったんだから痛いところをやるんですけど、これは治療家さんとかで私が何をやってるか分かってる人は真似ていいんですけど、素人さんはやると膝を壊してしまったり靭帯を傷つけてしまったりするのでやめた方がいいです。で何をやったかっていうのは、ここね、ここ痛いんだけど、奥の方に関節があって、その関節と関節をつなぐ靭帯があるんですよ。その靭帯が傷ついていると。で普通は靭帯はもう奥の方にあるから触れないでしょ、普通はね、普通に考えたら。でも普通に触ると触れないけれども、手の力を抜いてね、押してますよじゃなくて、触ってないよって言って、だましだまし本当に力を入れないで少しずつ押していくと、指と奥まで入っていくんですよ。これはね、試してみるといいんですけど、指の力を抜けない人は何度試してもダメです。指の力を抜いて体中リラックスさせて押すんではなくて、そーっと指を忍ばせていくと、どんどん奥の方まで指って入ってくるね。でそうすると本当に骨と骨の間の靭帯の痛いところまでたどり着くんですね。でそうした時に2本の指で皮膚を引っ張るなんてことはもう細かいからできなくて、昔ヤングリビングのレインドロップというテクニックでは、実は指先よりも爪の方がエネルギーは伝わるよっていうのを、本当か嘘か聞いたことがないんですけど、でも実際ここはもう部位が細すぎて奥の方だし、爪で やったんですね。で爪で筋膜リリースで、本当に強い力をかけてしまうと、靭帯というのは傷つきやすいしね、爪というのもすごく細い部位なので、本当に力加減がとても重要で、見よう見まねでやってしまって靭帯が一生傷ついてしまったりしたら大変なので、分かる人だけ真似てくださいね。
でこうそーっと指を入れると靭帯まで指が届くので、そこでちょっと爪の方でさっきと同じような筋膜リリースを靭帯全体にかけてやっていった。ここのね。でもう治ったのかなと思ったんですよ。そしたら3日目は今度はこの膝の裏とふくらはぎの表面の筋肉ではなくて、膝の裏とふくらはぎの奥の方の筋肉が痛み出したのね。どういうことかっていうと、結局3段階に分かれたのは、それを1日のうちでやってしまうと、若い人ならいいのかもしれないけど、私のような50代の人間は体がついていかないと思うんですけども、まず、膝が悪い人っていうのは、膝の裏側とふくらはぎの筋肉の硬いところがあるので、そこの筋膜リリースでほぐす。で、1日くらい経つと、一番外側の中の一番悪いところが実はここでしたよっていうのを教えてくれる。で、そこをちょっと施術するんだけど、それは靭帯まで指を届かせるっていうのも大変だし、その靭帯を傷つけないように施術するっていうのはもっと大変なので、治療家さんとかで分かってる人はやってもいいかもしれないけど、私も実は膝が悪くてって人で真似して壊してしまったら、靭帯って傷ついたら一生治らないと西洋医学では言われてて、再建手術とかしないといけないので真似しないでくださいね。で、それを靭帯を治した。そしたら今度はこの膝の裏とふくらはぎの奥の方にある表面の筋肉の奥の方にある緊張が目立ってきた。ってことで、膝の時と同じで、このふくらはぎもこうグッとグッと、普通の指じゃなくて、治療家の指じゃなくて、普通の指で奥の方まで触ろうと思ったって、筋肉が邪魔して奥の方に行けない。でも手の力を抜いて、触ってない触ってない触ってないよ触ってないって感じで入れていくと、結構指って奥まで入っていくんですよね。で、これ奥までいけるの結構テクニックは必要ないんですけど、力を抜くというのと、そーっとっていうのが分かると、指がどんどん奥まで入っていくっていう感覚が分かると思うんですよね。で、奥まで入れて、その奥の深部筋の筋膜リリースをやっていったっていうことをしたら、膝の痛みっていうのがほとんどなく、今まで痛かった痛み、なんていうの、そんなに普通日頃の動作では日常生活では問題なくて、このストレッチやると痛いとか、ここをこう曲げると痛いっていうのが必ずあったんですけど、それをやってみても痛くないということで、多分これはもう治っちゃったんだろうなと思います。ということで、一念発起してというか、結局そういうまあ何が言いたいかっていうと、今までアカシックレコードの講座に出た人とか、手当講座に出た人たちには、治療っていうふうに対症療法的に治療するのは良くないよってね、言ってたんですけど、で、根治療法を加えながらだったら、で、本当にそれを治せるんだったら治しちゃってもいいんじゃねえのっていう感じですよね。だから、対症療法的に治療してしまうと、またそれが再発する可能性がすごく高いし、また別のところが悪くなる可能性もすごく高いから、西洋医学の疾患を対症療法でするのはいいかもしれないけれども、体のことに関しては対症療法でしても良くなることはまずないので、で、根治療法をやってる治療家さん、私以外でもいっぱいいると思うんですけど、うちは手当が根治療法で、私は根治療法だけやってて、症状には今まではフォーカスしなかったんですけど、ちょっと対症療法的なことをやりながら、根治療法的なことをやっていくと、結構早いな、ということが分かって、まあ、とりあえずこれは自分が自分に対するバースデープレゼントかなと思ってます。で、今取り組んでるのは、まだ今日からやり始めたんですけど、ここのね、右肘も骨折というか、靭帯損傷というか、5年くらい前にちょっと運動でやってしまって、こっちはちゃんと肩に手が届くんですが、ここのくらいまでしか曲がんない状態だったんですよ。で、今日ちょっとね、これももしかして治んじゃねと思ってやったら、結構かなり、まだつかないけど、ここまでしか曲がんなかったのが、ここまで曲がるようになってきたので、
これも肩までつくようになったら報告するし、なんかそういうのが当たり前になってきたらめんどくさいと思ってやら、あの報告もしないしっていう感じだから、あの古傷は治せた。でここはロムってるのね。ロムっていうのはかあの関節拘縮って言って、あの関節自体がもう可動域がもうなくなってしまってる状態になってるので、それはどうなのかなと思いながら何日かかけて、もし治ったら報告しますね。以上です。ポツッとな。